こんにちは、長宗亜美です。今日は以前告知させていただきました中目黒フリマがあった日、4月17日日曜日なんですけど、今無事に終わってお家に着いたところなので、一応告知をねさせていただいたので、報告というか帰ってきて終わったよっていう動画もあげようと思って今撮ってるんですけど、無事に終わりました。今日はですね、とっても天気が悪くて、私が参加していた第1部11時から14時30分までは雨が降ったり止んだりしていて、すごくすごく風が強くてですね、遊びに来てくれた方たちも雨に濡れちゃったりとかして、すごく大変だったと思います。本当に来てくれてありがとうございました。楽しめてもらえたかな、どうだろう。私はすごく楽しかったです。本当にありがとうございました。とても元気をたくさんもらいました。今まではね、なんか私のことを昔から知ってくれてて、その雑誌だったりとかを見てくれてた子たちとかが多かったんですけど、今回来てくれた方たちがですね、みんな YouTube 見てますって言って声をかけてくれるんですよ。なのでYouTube すごいなって思いました。本当に一生懸命頑張らないとなっていう、すごい前向きな気持ちになりました。終始ずっとたくさんの人とお話ししてる感じで、もう本当に賑やかで楽しかったです。いろんな人と会えたことがすごい嬉しかったです。なんと中にはお手紙やプレゼントを持ってきてくれた子たちもいて、せっかくいただいたのでまだ見てないんですよ。なので今ここで開封していこうかなって思います。まずはじゃーん、女の子2人からいただいたんですけど、お菓子ですね。メレンゲのお菓子とクッキーとマドレーヌが入ってる。マドレーヌ大好きなんですよ。で、裏にはメッセージが書いてあります。下の名前だったら問題ないと思うので、ゆなちゃんとりえちゃんからいただきました。ありがとうございます。会えてすごく嬉しいです。これからも応援してます。あみちゃん大好き、ゆなより。ありがとう、ゆなちゃん、本当に嬉しい。いつも Twitter や YouTube 見てます。あみちゃんの女子力の高さ憧れます。可愛いお洋服買えるといいな。これからも応援してます。りえより。ありがとう、本当に。はい、ちょっと時間がですね足りなくなってしまって、途中で動画を撮るのを切り上げてしまったので、今日続きを撮ろうと思います。はい、ゆなちゃんとりえちゃん、ありがとうございました。まだね、もったいなくて食べれてないんです。賞味期限が5月末頃までだったので、ちょっとしばらくお部屋に飾って楽しみたいと思います。ありがとうございました。続いてジバンシーのねバッグに入れてくれました。お手紙とねパックが入ってます。アミがね、朝も夜も毎日パックをしてるっていう風に YouTube で言っていたので、っていうことでパックをね入れてくれました。ありがとうございます。これはなほちゃんからですね。すっごい綺麗な字で、長宗亜美様って書いてある。嬉しい。では、長宗亜美様、はじめまして。今日は中目黒フリマで亜美ちゃんにお会いできてすごく嬉しいです。ツイッターやツイキャスで亜美ちゃんを見てすごく会いたくなって、フリマがあると分かった時はすぐに行くって決めました。亜美ちゃんすごく綺麗で可愛くて女の子っぽくてもう癒されます。亜美ちゃんの声も好きだし、ファッションセンスもいいし、何より可愛い。友達にも亜美ちゃん可愛いよねって聞くと、みんな可愛い、めっちゃ可愛いって言って、少しずつ亜美ちゃんの魅力に気づき始めてます。嘘ー、嬉しい。あー、すごい恥ずかしい、嬉しい。ありがとう。亜美ちゃんのメイク動画もすごく好きで、いつも参考にさせてもらってます。その影響でエチュードの涙袋もキラキラしたの買っちゃいました。お手紙と一緒に少しなのですがプレゼントです。ぜひ使ってください。なほ、あー、もったいなくて使えないよ、泣きそう。なんか本当に
一生懸命頑張っててよかったなって思って、ちょっとうるうるしちゃう。ありがとうございます。自分のためにコツコツ頑張ってたけど、なんかちゃんと見てくれてる人は見てくれてて、自分のちょっとした変化にもちゃんと気づいてくれてるんだなって思って、なんかすごい頑張った部分が日の目を浴びた気分うまく言えないけど、すごく嬉しいです。ありがとうございます。なんかパウダーが、あ、これは入浴剤だ。嬉しい、ありがとう。コスメデコルテのパック、あー、これ好き。唇のね、パックだよね。嬉しい、ありがとうございます。もうもったいなくて使わない、どうしよう。なほちゃん、ありがとうございました。お手紙もありがとう。大切にしまっておきます。そしてお菓子をいただきました。まこちゃんがね、お土産でくれました。ありがとう。ちょっときなこと黒蜜という最高の相性のこの2つ大好きなので、すごく楽しみにしてます。まこちゃん、たくさんお洋服買ってくれてありがとうございました。いつもたくさんお話ができて、どんどん仲良くなれてすごく嬉しいです。まこちゃん、お手紙もありがとう。まだ読んでないので飲んでみたいと思います。アミーちゃんへ、お久しぶりです。半年ぶりにアミーちゃんに会えてとても嬉しいです。あ、半年も経つんだ。そうなのか。最近は毎日ブログを更新したり、動画をアップしたり、いつも頑張ってる姿を見ています。いろんなモデルさんがいる中で、ヘアメイクやサプリなど、現在アミーちゃんだけを参考にしています。これからもアミーちゃんのこと全力で応援します。まこ、ありがとう。まこちゃん、本当にネタをイメージして猫ちゃんの便箋に書いてくれたって言ってたから、すごいアミの大好きなものをしっかりと分かってくれてて本当に嬉しいです。まこちゃんとは会うたびにどんどんお話しする内容もいろんなことを話すようになって、今では相談を聞くことができたりとかしていて、すごく嬉しいです。なかなかね、こう1対1ってじっくりお話しできるわけではないから、 100% の返事をね、なかなかしてあげられなかったりとかするんだけど、そんな中でも毎回アミのところに会いに来てくれて、他の子たちともすごい仲良くなろうと積極的なまこちゃんを見ていて、いつもすごいなって思ってます。また会える機会にはぜひ会いに来てください。またたくさんお話ししようね。ありがとう。そして最後はじゃーん、大きい、これはね、ひなちゃんからいただきました。まずこっち、ひなちゃんもね、アミが毎日パックするよっていうことを知ってくれてて、でルルルのパック、北海道限定のと期間限定のだよ、よかったら使ってねって書いてあります。ありがとう。初めて見る、すごい。北海道限定ラベンダーの香り、ラベンダーカラーのこのパッケージです。使うのめっちゃ楽しみ。ありがとう。ちょうどルルルのパック使い切ったところだったので、すごい嬉しいです。そしてこっちはゴージャスローズの香り、ありがとう、すごい嬉しい。これでお肌を乾燥させないように一生懸命パックしていきたいと思います。ありがとうございます。でもね、ひなちゃんこれだけじゃないんだよね。なんとプレゼントボックスが入ってます。ワクワクする。こんな感じめっちゃ可愛いよね。どうしよう、ずっと開けたかったんだよね。でもね、いつもこのリボンほどくのすごいもったいなくて、見てるだけで幸せ。じゃあ開けたいと思います。ひなちゃんからはあのマグカップって聞いてます。なんかアミがマグカップが好き、マグカップ集めるのが好きっていう話を前にね、どっかでしてたの。それをね、覚えててくれて、マグカップを選んでくれたみたいで、しかもなんかこのマグカップがなんかニャタオにそっくりだったから、これにしましたっていう風に言ってくれてたから、どんなって思ってすごい気になってる。やばい、大きいのが1個入ってる。なにこれ、めっちゃ大きくない？いきますよちょっと待ってやばい、いくよ。じゃん、やばく
これは毎日スープ飲むからその時にこれを必ず使って飲みます。野菜スープ、お野菜もいっぱい入るぐらいすっごい大きなマグカップです。見た？そっくり、やだ、すごい、ニャタにそっくりなマグカップ、ありがとうございます。大事に使います。はい、こんな感じでプレゼントいただきました。ありがとうございました。なんかもう来てくれるだけで、お話できるだけですごく嬉しいのに、こうやってねお気遣いいただいて本当にありがとうございます。どれも私の宝物です。大切にします。本当にありがとうございました。またイベントがある際には告知をするので、ぜひ遊びに来てください。